昨日もめちゃめちゃ忙しかったし、月曜日もめちゃめちゃ忙しかった。反動がえぐいね。ちょっとうちはちょっと異常やったかもしれない。やっぱあれですか、この辺の飲み屋さんの人が来てよろしくみたいなのもあったりもあるし、なんか知り合いじゃないとこなんか来たりとかして、なんかめっちゃ多かったよ。昨日店に来るのは大体7時ぐらいか。あ、7時ぐらい大体来て用意してるから、まあ早かったら早く入って行ってみたいなと思う。
っと焼いとったら板が膨らんでいくねん、はい、こんな色でほんまは掃除したらどうやから、これ洗浄してカーボンというか黒いのね焦げを取るんやけど、でこの状態にやってでまた焼きね、でずっとこれを繰り返しをやらないとカーボンがつきすぎたらもう熱伝導も悪くなるし綺麗に焼きにくなってくるから、じゃあ今だったら一番右がそうやね、もうこれだいぶ傷んできてるから真ん中ももうそうやね、ちょっと黒くなってきてるからまあまあまだ使えるけどね、まあ、これはメンテナンスがね結構大変で、はい、そして大変なんやろ、あと2台ぐらい焼いたら多分はい、いける感じ、いけるか、焼き入れをちゃんとやってない、馴染ませてからそうそうそう、ね、お好み焼きなんて何だろう、熱いけどこのサクサク加減とごま油塩の加減が素晴らしい。これソースも特製なんですか、うん、このソースがめちゃうまい、うん、やっぱ一日に一回は絶対たこ焼き食べるんですか、そんなことはないですか、食べるたまにたまに食べるもんなくなったっすこれね、アカシア、うん、あ、こんな感じか、またたこ焼きというかもう全く違う感じというかふわっと、うん、塩マヨということで、中身がね、こんなうわーっととろーいしてます、
今日ありがとうございました。ありがとうございました。お店は何時からいつもオープン？お店はね、8時から。一応2時半だそうだ、3時。あ、3時。いれば、昨日は6時まで。じゃあまあちょっといろいろね、大変だと思うんですけど、はい、またちょっといい話をちょっと先ほどちらっと聞いたんで、またそのね、あ、それの方で、はい、またちょっと今面白いやつがまたあるんで、次またそっちの方で、はい、今はちょっとまた、はい、またちょっと新しいことをするびっくり仰天みたいなね、はい、はい、またその時によろしくお願いします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。まあ、突然にもう…いや、もう…またちょっと次回も…はい、次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。